市民活動支援センターの川野です。皆さんは市民活動支援センターをご存知ですか？市民活動支援センターは夢が丘の夢ポリスセンター内にあり、市民が主体となって行う自治活動や NPO 活動、ボランティア活動などを支援するために様々な取り組みを行っています。皆さんに市民活動支援センターを知っていただき、たくさんの人にご利用いただくため、今回は支援センターが行っている取り組みやサービスについてお伝えします。まず情報収集と発信について。支援センターでは市民活動を支援するため NPO を対象とする助成金情報や寄贈プログラムなどの情報を収集し、 SNS や情報誌などで発信しています。皆さんの活動にこれらの情報をぜひお役立てください。次に相談窓口としての役割について。市民活動に関する総合的な相談窓口として、助言や情報提供のほか、他の団体とのコーディネートなどを行っています。また相談はオンラインでも受け付けています。私が専門スタッフとしてお聞きしますので、ぜひ気軽にご相談ください。次に交流の場や資料の提供について。支援センターの登録会員や団体同士の交流の場として、センター内の交流スペースを開放しています。また交流スペースは Wi-Fi 完備で、専門図書や資料を設置しています。次に研修会や講座の開催について。支援センターでは様々な研修会や講座を開催しています。昨年度は団体の情報発信力を高めることを目的に、広報誌の作り方講座を開催し、広報誌用の写真の撮り方などを多くの人に学んでいただきました。また Zoom の操作を学ぶ講座や、 NPO を立ち上げる人や団体を対象にした初めての NPO 市民活動講座は随時受け付けていますので、ご希望の人はお問い合わせください。次に登録団体の募集についてお知らせします。支援センターに登録ができるのは、伊賀市に活動の拠点がある市内在住、在勤、在学の人や団体で構成する市民活動団体です。登録していただくと次のサービスを受けることができます。団体の情報発信をお手伝いします。団体が発行する情報誌を支援センターに設置し、支援センターのブログに掲載します。また地区市民センターや図書館などにも配布しますので、効果的な情報発信を行うことができます。支援センターにある印刷機を使うことができます。印刷料金として白黒片面1円、カラー片面10円、用紙代として A4 が1枚1円、A3 が1枚2円になります。他に垂れ幕や横断幕を印刷することができる大判印刷機や自動紙折り機をご利用いただけます。また、先ほどご紹介した支援センター内の交流スペースを打ち合わせなどにご利用いただけるほか、メールボックス、ロッカーを無料で使用できます。登録をご希望の場合は、支援センター備え付けの市民活動団体登録表に記入の上、団体の総会資料または規約を添付して提出してください。市民活動を始めたいと考えている人、現在活動されている団体の人など、どなたでも気軽に支援センターへお越しください。多くの皆さんのお越しをお待ちしております。お問い合わせは市民活動支援センター、電話 22-1511 または22-0310、ファックス 22-0317 までお寄せください。今年度もこの番組で登録団体の活動内容を紹介していきますので、お楽しみに。以上、市民活動支援センターからのお知らせでした。